僕フォルテ。おはようございます、マッチョ。フォルテです。シャキーン。本日は、なんと、こちら。そう、お縛りをしていきたいなと思いますよ。縛る部位は、おめめ。この状態でね、ピアノがどのくらい上手なのかを検証していきたいなと思いますよ。っていうのも、僕高校3年生の時に、スランプだったんですよ。で、人前に立つのが怖くて、スランプで目をつぶって練習してたのを思い出しました。なんで目をつぶるかって言ったら現実逃避です。目をつぶって本番で弾けれれば、いつでも弾けると思ったわけです。だから僕は目をつぶって練習してた時期がありました。今考えると、アホです。まあね、やっぱ社会人にもなって、こういうする機会が ないんですよ。ないんですよ。だから、まあしたいなと思って、自分の顔に、やっちゃう。というわけで、それをやっていきたいなと思いますよ。まあ、得意曲をいくつか弾いていきたいなと思います。あと、超絶技巧曲を。まあ、弾けるだろうっていう順番で弾きます。まずは英雄ポロネーズなんかどうでしょう？皆さん聞きたいに違います？僕も聞きたいです。いきます。怖い。本当に見えてません。マジで見えてない。コンタクト押しつぶしてくるぐらいです。英雄ポロネーズ、弾いていきたいなと思いますよ。カンパネラ。最初あった、よかった。最初から間違えたと思った。最初から間違えたと思った。ああ無理。無理やな。一時期スランプの時にこうやって練習してました。そういえば目つぶって10の4ならいけるかもしれん。
しいもんですね。ああ、簡単な曲なら。難しいですね。思ったよりも聞きにくいです。分かっとったことなんです。分かっとったことって眩しいよ。分かっとったことなんですけど、やっぱり難しいですね。僕は高校3年生の時にこういう練習をずっとやってたのを今思い出しました。なんでやってたかっていうと、現実逃避です。やっぱ簡単な曲とか難しい曲とか関係なくて、ただ単に全部難しいです。特にショパンエチュードとかはやっぱり指をはめたりとかしたいっていうのを、難しいパッセージとかが入ってくると正直全く弾ける気がしません。僕のレベルはこれが限界です。皆さん許してください。でも僕は思いました。見ればいい。こうやって弾けば上手だ。なんか言ってることさっきから意味がわからんので、やっぱこれも全部インフルのせいだと思います。というわけでね、今回目隠しでこの蝶ネクタイということで、ネクタイで演奏してみたのですが、あんまうまくいかなかったので、まあ得意曲ならいけるだろうということで、トルコ行進曲をやってみます。目を隠すと多分歌は上手になると思います。見てくれてありがとうね、よければグッドも押してって。見てくれてありがとうね、よければグッドも押してって。なんならチャンネル登録してね。俺マッチョ、細マッチョ、マッチョマッスルマッスルボビー、マッチョ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 。バイバーイ。見てくれてありがとうね、よければグッドも押してって。